AKB48、AKB48 AK シングル選抜じゃんけん大会、AKB48 フォースシングル選抜じゃんけん大会、AKB48 フォースシングル選抜じゃんけん大会は、AKB48 のフォースシングルの選抜メンバーを決定するイベントである。この大会の上位16人が、フォースシングル、上からマリコの選抜メンバーとなった。前年に実施された。 AKB48-19 シングル選抜、ジャンケン大会と同様に、知名度や実力は考慮されず、ジャンケンの勝敗のみによって選抜メンバーを決定する。ジャンケン大会本戦は2011年9月20日に、日本武道館において開催された。AKB48 のみの参加であった前年から、出場資格が拡大され、SKE48、NMB48 メンバーも参加した。 ただし、AKB48 の正規メンバーを除いては、事前に予備戦が開催され、そこから勝ち上がった13人のみが、本戦に出場できる。SKE48 では、同年7月13日に、SKE48 劇場で開催された、トーナメント組み合わせ抽選会を経て、同年7月20日に、愛知県市宮市民会館で予備戦を実施した。 NMB48 では同年7月13日に NMB48 劇場で開催されたトーナメント組み合わせ抽選会を経て同年7月16日に ZEP 大阪で予備選を実施した AKB48 研究生では同年7月12日に AKB48 劇場トーナメント組み合わせ抽選会を経て同年7月18日に 同じ AKB48 劇場で予備戦を実施した。なお、各予備戦は代表者が確定した時点で終了とし、順位決定戦は行われない。予備戦を勝ち上がったメンバーと AKB48 正規メンバー計71名による組み合わせ抽選会は、同年7月24日に開催された AKB48 コンサート、よっしゃ行くぞ。 インセーブドーム終了後に実施され、AKB48 研究生、NMB48、SKE48 AK、AKB48 正規メンバーの順にくじを引いた。AKB48 正規メンバー以外は、予備選を勝ち抜いた者が参加。ただし、抽選前日に昇格が決定した、アベマリアとイリアマアンナは、正規メンバーとしての枠は与えられなかったが、 入山は研究制予備制を勝ち抜いての出場となった。なお、エントリー後には、大場みなと、島田麗奈が不祥事を受けて謹慎したため、森アンナが大会本戦を待たずにグループを離脱したためそれぞれ出場辞退となり、各対戦相手は不戦勝となった。本戦の司会は、福沢明。入場コールは、レニーハート。審判は、山里良太。応援ゲストは、アントニオ猪木。イノキ 予備戦で敗退した SKE48 と NMB48 のメンバーも応援として参加しており、イベント中に行われたライブにも出演している。ベスト16に残った16人が選抜メンバーとなる。3位以下の順位決定戦は時間の都合により、本戦イベント終了直後に、舞台裏でスタッフ立ち合いのもと、公式ルールにのっとり8位までの順位を決定した。この回において、 9位以下については、順位決定戦は行われなかった。このため、従来の選抜イベントで適用されていた上位12名によるメディア選抜については言及されなかった。ふとじは勝利者。所属のうち、県は AKB48 チーム研究生、南県は NMB48 研究生を指す。出場自体者は取り消し線で表記。 選抜回数は、メジャーデビューファーストシングル、会いたかったから、開催時点では発売されていなかった2サードシングル、風は吹いているまでの AKB48 作品での、シングル回数。カップリング曲は回数に含めない。は、インディーズの回数。ありがとうございます。